Hello everybody, it's me, Explosive Ramen, and welcome back to Danganronpa 2. Let's just start it. Let's just start. You know what? I don't mind starting the trial, but I really don't have a grasp of how the case played out, you know, because I was asleep the whole time. Who cares about this boring explanation? I saw that. Yeah, thank you. Finally. You're just gonna confuse us. Yeah, it's definitely doesn't make a lot of sense. I'm with Hajime on this. その二人を議論に加えないまま裁判を進めるわけにもいかないから。Yeah. 事件の流れをまとめるついでに第一発見者の日向君に説明をお願いしましょうか。So I'm the first witness. わかったよ。じゃあ絶望病のせいで俺たちが病院組とモーテル組に分かれたところからだ。病院組は。Right.病気になった狛江だと美桜だと尾張の他に積み木と九頭竜と俺を合わせた6人だった。残りの5人、私と田中さんと相田さん、それと七海さんと西園寺さんがモーテル組ですね。病院組っつってもあそこに泊まるのは禁止だったから俺と日向はホテルに帰って寝てたんだ、yeah. 事件が起きた日もそうだった。俺はホテルで目が覚めたんだ。With someone else in your bed. コテージで寝てたところを積み木に叩き起こされて、狛江田の病状が回復したことを聞いたんだ。すぐに二人で病院に向かって、そこで狛江田の回復を確認した後は、You saw how he left that out. just saying. 不眠不休だった積み木を休憩室で休ませて、俺は病院のロビーで待機してることにしたんだ。Mm-hmm. その時だった。まだ約束の時間前なのに、監視カメラが受信してることに気づいたんだ。受信スイッチを押して、モニターを確認してみると、そこに映ったのは、麻袋をかぶった患者服姿の人物が、自分から脚立を登っていく姿だった。Yeah.すごいドキドキする話だね。で、日向君はどうしたの？もちろん止めようとしたに決まってるだろ。Right. 急いで病院を飛び出して、通信先のカメラが設置されてるライブハウスに走った。でも、間に合わなかったんだ。Yeah, she was dead. 駆けつけたライブハウスでは、すでに麻袋をかぶった人物が首を吊ってたんだ。すぐに他のみんなに知らせようと思って俺はモーテルに向かった。どうしてモーテルに？ライブハウスから近かったからだよ。それに病院と違って動ける人間が多いからだと思ったんだけど、yeah. そこで俺についてきてくれたのはナナミだけだったな。 Yeah, it's true. けどその直後に積木さんやクズリュウ君と合流できてちょっと安心したのを覚えてるよ。Yeah, why weren't the rest of them there? I'm feeling a little relieved because not long after. 俺らは俺らでいなくなったミオダを探してたんだ。Yeah. 私はちょっとだけ休憩した後、病気の皆さんの見回りを始めたんですけど、そこで。ミオダさんがいなくなったことに気づいて、それで慌てて病院を飛び出して、そしたら偶然にもクズリュウさんと会えたので手伝ってもらえないかといろんな形でお願いしたんです。
いろんな形で誤解されるような言い方はやめろ。その二人からミオダがいなくなったって聞いた俺は、あの麻袋の人物がそうなんじゃないかと思って。いや。すぐにみんなを連れてライブハウスに戻ったんだ。The black hair that you saw. けど、ライブハウスの扉が開かなくなってやがった。Really、that, 仕方ねえから4人でぶち破ったんだ。そうしたら、ミオダの死体だけじゃねえ。サイオン寺の死体まであったんだ。しかも、柱に貼り付けにされた状態でだぞ。死体発見アナウンスが鳴ったのはその時だ。しかも2回連続だったな。とりあえず首を吊っていた死体を下ろしてあげようって話になったんですよね。麻袋を外してみたら、やっぱりそれはミオダだったんだ。Yep. それが今回の事件の流れだね。ありがとう。よくわかったよ。まあ、今回の事件で何が問題かははっきりしてるぜ。日向がライブハウスから離れている間に誰が。He's just interrupted. でも、今の話ってどこまで信用していいのかな。Are you fucking serious? ごめん。客観的に聞くとさ、今の話って明らかに怪しいんだよね。Mate, I have an alibi. だって、首の映像を見たのも日向君だけで、ミオダさんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょ？だったら、いくらでも嘘をつけるよね。嘘って、なんで俺が嘘をつかなくちゃならないんだよ。当然自分にとって不都合な真実から僕らの目をそらすためだよ。Thank me at truth. My God. 俺を疑ってるのか。そうじゃないなら証明してほしいな。ほら、証明してみせてよ。君が犯人じゃないってことをさ。Alright, fine. It's just as Kazuchi said, Makoto's the kind of guy who will just confuse us and make matters worse. Damn it, I shouldn't have explained it to Nagato. I'm in trouble now thanks to that. God. God, I hate you. Hinata-kun の証言は明らかに怪しいよ。Hinata さんの証言が嘘だとすると。ミオダさんが自分で首を吊ったというのは、もちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できないかもな。だって目撃者はヒナタだけだもんな。なぜヒナタさんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからよ。ヒナタ君が二人を殺したの。Both of them. それらの死体を映画に見立てたのも、right. I knew it. 全てヒナタ君の仕業だろう。Yeah, I know exactly where it is. Hinata君の証言は明らかに怪しい。Hinata さんの証言が嘘だとすると、ミオダさんが自分で首を吊ったと。もちろん嘘ってことになるね。その可能性は、だって目撃者は Hinata だけだもんな。なぜ Hinata さんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからだよ。Hinata君は二人を殺した。それらの死体を映画に見立てたのも、すべて Hinata君の仕業。Are you serious?Sorry, I'm just shooting this stuff for a achievement. Thank God. Okay. That was already starting to annoy me. I'm not a criminal.だって、俺にはあんな見立てなんて。Yeah, come on, man. できるわけがないよね。分かってるって。Oh my God, what is wrong with you? は？日向君は事件前にあの映画を見ていなかった。それは彼が持っている招待券が証拠だよ。Oh my God.
I hope your head gets shaved. あの招待券は一人につき一枚しか配られないものだし、使った日時もスタンプで刻印されてしまう。Each, yeah. 間違いないよね、モノクマ。はい、何も間違いありません。つまり、事件前に映画を見てなかった彼に、その映画に見立てた殺人を実行できるわけがないんだよ。それとも、彼に映画の内容を話した人がいる？いるわけないよね。ちょっと待てよ。そもそもおめえが言い出しっぺじゃねえか。お前だ。どういうつもりだ？ I just want to see hope blossom in the face of despair. よ、今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、まずはその地盤を固めておこうかと思ってさ。It's already been solidified, mate. おー、兼ねてね。何がウォーミングアップだ？遊びじゃないんだぞ。怒らないでよ。遊びじゃないからこそウォーミングアップが必要だと思っただけなんだ。My God. 無駄な時間を使っちゃったね。What a waste of time. そんなことじゃないかと思ったけどさ。では、日向さんの証言は信用できるということで議論を進めましょうか。つうことは、ミオドが自分で脚立を登ったのも間違いねえんだな。Yeah. ああ、確かだよ。なら決まりだ。ミオダは自殺だったんだ。ミオダが自殺なら誰が西園寺を殺したのだ。自殺とは別の殺人が偶然にも同じ場所で。いや、つうかさっきから言ってんだろ、今回の事件で何が問題なのかは、犯人は日向がライブハウスから離れてる間に西園寺を殺してるんだぞ。だったらそれが可能だったやつをはっきりさせればいいだけじゃねえか。 Okay, well, I know two people who it isn't. It isn't Fuhiko and it's not Mikan. では、ひなたに問おう。貴様がライブハウスから離れていた時間はどの程度だ？10分もかからなかったと思う。Yeah. 10分で西園寺を殺して貼り付けにしたってのか？いくらなんでも無理じゃね。だから犯人はその時間稼ぎのためにあのライブハウスを密室にしたんだろ。ん？密室ってなんだ？犯人はライブハウスの扉を内側から封鎖して俺らがすぐに入ってこられねえようにしてたんだよ。ですがライブハウスの出入り口ってあのドアだけでしたよね。Yeah. それを内側から封鎖してしまったら犯人も出られなくなってしまいますよ。Yeah. ああ、その通りだ。つまり俺らがライブハウスの扉をぶち破った時犯人はまだ中にいやがったんだ。あの中にいたんですか？となればその時のアリバイがねえやつが怪しいってことになるはずだが、そうですよ、アオバイだ。ソニアとソーダ、てめえら二人だ。ダム。私もですか？なんだよそれ。なんで俺らなんだよ。他の連中は全員アリバイがあるんだよ。Yeah. 俺とナナミとツミキは稲田と一緒にそのライブハウスの扉を破ってるし、田中はその直前にモーテルで日向と会ってたはずだ。いや。それに病院にいた尾張と狛江田に犯行が不可能となれば。Oh, yeah, that's true. That's so four people I know. しか考えらんねえだろ。アリバイがない人ならもう一人いるよね。ほら、二代くんだよ。Yeah, but that doesn't matter right now. わしもか。Me too.冗談ですよね。なんかそういうおかしなことになってないですよね。やめてください。悪い冗談はよしこちゃんですよ。とにかく犯人がライブハウスに隠れてた以上、その時のアリバイがねえ奴らを疑うのは当然だ。Excuse me. We should obviously doubt the people who don't have alibis. 悪質な追い込み方だ。こいつが本職の技ってやつかよ。Kuma-san, this is Benny. Fuhiko obviously thinks so, but
Is that really it? Oh no, I should have saved. Locking the door from the inside. We gotta keep us from getting in. Stall for time. How did they lock the door? Door should not have to lock these drumsticks. If the door was in front of the door, it would have fallen. The broken drumstick?Sticks are the keys which turn the world. Is that what that said? そうやって中に隠れた犯人は、俺らが集まるのに乗じて、ひょっこり出てきやがったんだ。Suddenly appeared. まるで今駆けつけたように現れるの。So it looked like they had just rushed over. 2時間サスペンスで見るパターンです。I've seen this in serial crime dramas. That person's remark contradicts the truth. Okay, so it's a contradiction.あの扉を内側から封鎖して。それは違うぞ。Okay, yeah, it was that. 待ってくれ。I paused the recording and meant to restart it. 扉が外から封鎖された可能性だってあるはずだ。When I got it, but I accidentally forgot. So there's that. Sorry about that. Hold on a second. There's also a possibility that the door is locked from the outside. 外からってどうやるんだよ。ライブハウスの扉にこびりついてた半透明の塊だ。あれを使ったんじゃないか。半透明の塊？ボムかは何かか？ Red all is glue, yeah. そうか。Crazy glue. その半透明の塊の正体は、a green variety of crazy glue before. 接着剤だと？うん。私もそう思うよ。口に入れた時に広がる工作室っぽいケミカルな香り、弾力のない硬いゼリーのような噛み応え。 You were a glue sniffer in school, weren't you? 以上の観点から見てもあれは接着剤だと断言できます。接着剤って食えるんだ。普通は食べられないと思いますよ。 It's not edible. At least I don't think it is. その接着剤がこびりついてたのは左右の扉が触れる部分だけだった。きっと閉じた扉の隙間から流し込むことでライブハウスの扉を外から塞いだんだろうな。そのせいで扉が接着する面に接着剤の塊が残った。うん、あの状況ともぴったり合ってるね。Yeah. でも接着剤でくっつけただけだと簡単にドアが破られちゃいますよ。Stick the needle with glue. Yeah. 別にいいんだよ。犯人の目的は扉が中から封じられたと誤認させることだけなんだし。なんだと？そもそもあのドラムスティックってあからさますぎて不自然じゃなかった？むしろ犯人の偽装工作、そう考えた方がしっくりくるほど不自然だったよね。あのドラムスティックは犯人がわざとあそこに置いた罠ってことか。じゃあ俺はまんまと犯人の罠にはまっちまってたのかよ。 Seems like we all did. ソニアさんと俺に謝れ。ただし腹をかっさばくのはもう禁止だからな。 Jesus Christ.これが流星灰ですよ。もうノーサイドでいいんじゃないですか。Oh my god, why is it like that? すると、犯人はヒナタが離れている10分程度の間に殺人だけではなく、密室まで作っていたというのか。しかも、殺した上に貼り付けまでやったんだろう。Yeah, Jesus, like, how do they do all these? How do they do all this stuff?早技にも程があるんだろう。うん、ロマの私には考えられないスピードです。あ、日向くんがライブハウスから離れてる間にやるのが難しいなら、じゃあその前にやったのかもね。
earlier. けど、日向が最初にライブハウスに行った時、そこにはミオダの死体しかなかったんだぞ。で、その後にみんなと一緒に行ってみたら、西園寺さんの死体が増えてたんだよね。でも、その時は死体が出てきただけで、実際に殺されたのはもっと前だったのかもしれないよ。出てきただけ？もちろん死体が勝手に出てきたわけじゃないよ。それも犯人の仕業なんだ。What? Sorry, I zoned out for a second there. Okay, right, yes. はい、これがその証拠だよ。その厚紙の切れ端はライブハウスの照明バトンに挟まっていたものか。そうなんだけどさ、そもそもこの切れ端って何なんだろうね。Should be able to. Figure out what it is. Oh no. Oh no. L? Okay, well, was an L.W. Oh, got that. E. Damn it. Oh, wallpaper. Oh, Jesus Christ. Okay. Get me out of here. Get me out, please. その切れ端って倉庫にあった壁紙の一部なんじゃないか？ライブハウスの倉庫にはその切れ端と同じ色の黒い壁紙があったはずだ。あの壁紙も端の方がちぎれてたよな。だとすると、そうなんだよ、照明に引っかかってた切れ端とその壁紙のちぎれた部分を合わせてみるとね、ほら見事に一致するんだ。なるほど、照明バトンに引っかかっていた紙の切れ端は元はその壁紙の一部だったのですね。So the scrap that was caught on the baton lighting was originally part of the wallpaper. で、それがどうしたんだ？サイオンジの死体が現れたことと関係あんのかよ。そんなの僕なんかが答えるまでもなく。God, I'm tired of you putting yourself down, and I'm like, that's our job. That's our job is to put you down. 切れ端の正体を簡単に見破るほど優秀なみんななら、きっとすぐに分かっちゃうはずだよ。But you, the thing is, you knew that was there. You knew. I have a feeling, even if nobody told. forget that. Let's talk about how Kyoko's portrait is.Way lower than everyone else's. That's brilliant. Where I found in the storage room. Is it connected to the sudden appearance of Kyoko's body? I trace it back from there. If I trace it back from there, the answer should become clear. Now, let's take a look at the log.Scrap paper stuck to the baton lighting was part of that wallpaper I found in the storage room. Is it connected to the sudden appearance of Yoko's body if I trace it back from there? Is this a logic dive? Oh boy.
What the? Oh, right. Question one. Suddenly appear. Okay, it was hidden, obviously. God, I really do feel like I'm in an SSX game when I'm playing this. So good. Alright, come on, give me the next question. What did the killer use to hide her body? Well, I'm assuming the wallpaper. Yes. Okay. Oh, come on. Give me the last question already. Let's go. Actually, you know what it is? It's kind of like a combination of SSX Tricky and Run 2. You know, you remember Cool Math Games when you were a kid? It's like that game Run 2. How did the killer hide by the wallpaper? They formed a wall. They covered the pillar. Oh wow. Yes. わかった。俺たちが見つけるまで、西園寺の死体はずっと隠されてたんだ。I mean, that much was obvious. だが、隠していた死体を柱に貼り付けにするだけでも、かなりの時間を要するはずだ。むしろ最初から貼り付けにされてて、その柱ごと壁紙で隠したんじゃないか。うんふん。柱ごとだと。No, they. あ、犯人は柱の周りにあの壁紙を巻くことで、そこにもう一回り大きい柱を作ったんだよ。Right. 最初に俺がミオダの死体を見つけたとき、西園寺の死体はすでにそこにあったんだ。Holy shit. ただ、一回り大きい柱に隠されてたせいで気づけなかっただけなんだ。 Oh my god, how did I not notice that? How the fuck did I never see that? That was literally right in front of my face and I never saw it. That's incredible. まあ、気づけなくても無理ないよね。ミオダさんの死体の方に見えないっちゃうのは当然なのよ。その壁紙を吊るすのに天井の照明バトンを使ったのですか？Excuse me. Yeah. 照明バトンは柱をぐるりと取り囲む構造だったし、そうやって使うのはぴったりだよね。Yeah. じゃあ壁紙にステッカーがいっぱい貼られていたのはあの柱と似せるためだったんですね。Yeah, that's why there were less stickers. 犯人はそうやって西園寺の死体を隠しておいて、ライブハウスから離れた隙に壁紙を剥がしたんだ。でも犯人はそこでミスを犯した。That's amazing that they just hid that right in front of you. The developers, I mean. You guys should be coming up with that? Unbelievable, man. Unbelievable. そのせいで照明バトンにその切れ端が残っちゃったんだね。きっと犯人も相当急いでたんだろうね。もたもたしてたら日向くんが戻ってきちゃうからね。だけど柱ごと隠すなんて大胆っていうか何でもっていうか。ただ犯行の難易度はぐんと下がるよね。日向くんがいない間にやるべきことが少なくなるからね。Yeah. 壁紙を剥がして倉庫に放り投げておくだけ。そこに密室トリックを含めても大した手間じゃないよ。Right. 実際に西園寺が殺されたのはいつだったんだ？ We don't know because of the temperature. そうだね。それを明らかにするためにも、そろそろ例の見立て殺人についてはっきりさせておこうか。
Oh my god, really? The only reason it's your masterpiece is because it's the only one you made and it's fucking garbage. Who eats moss balls? What the hell's that? やっぱりあの見立てって意図的なんですよね。共通点が多すぎますもんね。ミオダが首を吊って死んでたのは映画で最初に死んだカカシと同じだ。それに西園寺が貼り付けにされて死んでたのも2番目に死んだライオンと同じだったな。どちらも映画の筋書きをなぞったような犯行だ。バラバラにされたブリキの木こりは残っていたかな。 Yeah, that probably would have been too extreme for would have been a little too extreme for this game. けど犯人はなんでそんな面倒なことをしたんだ。犯人が見立て殺人をした理由なんて今となっては大して難しい謎じゃないはずだよ。Why not now?They like movies. What? Huh. I don't actually know. It's a mix of the Killing Order. That's right. 犯人が2人の死体を映画に見立てたのは殺害順序の誤認をさせるためだったはずだ。じゃあ実際に西園寺が殺されたのはミオダよりも前ってことか。いや、そう考えるのが妥当だろうな。うん、妥当だね。ミオダさんの死体の状況もそれを物語ってるしね。いや、いつも死体の状況がだと。泣いて頼まれては仕方ない。そのミオダの死体の状況とやらを聞いてやろうか。泣いてないけど。後で好きなだけむせび泣かせてやる。俺様の気が変わらんうちにさっさと話せ。 What the hell is happening? なんつー上から目線だよ。 What a jerk。 そっか、教えてほしいんだね。私の言葉の意味がわからないから教えてほしいんだね。わからん。さらに上から目線だと。An even bigger jerk. Impossible. ほら、ミオダさんって首をつって死んでたでしょ。Yeah. つまり彼女の足が地面についてたのは彼女がまだ生きてた時ってことになるよね。Oh yeah, the bloody sandals. それがどうした。でもね、サイオンジさんが殺された時ミオダさんはまだ立ってたみたいなんだよね。だから西園寺さんはミオダさんよりも前に殺されたってことになるんだよ。軽いな。貴様の言葉はシルフの。Oh, it's not just words, buddy. It ain't just words. 相手が悪かったな。その程度で俺様を惑わそうなどと肩払いたいわ。ああ、めんどくせえモードに入っちまった。大体西園寺が殺された時ミオダの足はまだ地面についていたというが、千里眼ごときも使えぬ下等生物になぜそんなことがわかる。 You don't have any psychic abilities either. 彼女は地面に足がついてないとできないことをしてたからだよ。 She was doing something that's only possible. Oh. 貴様には痛々しい妄想癖があるようだ。お前が言うか。You're one to talk. Yeah. Blood on the souls. Here we go. Right on it. Sion-san が死んだ時、ミオダさんの足は地面についてたんだ。Around the floor. その根拠を提示しろと言っている。あいつが歩いてる姿でも見かけたか。地面に足がついていたということは、
何かを踏んだ後でもありましたか？Was there...現場に足跡なんてありましたっけ？ OK 足が地面についてただけで She ran the floor 座ってた可能性もあるよな But she was like sitting or something むしろ尻の方に跡が残ってたんだろう Oh my god 弱い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 ぞ俺様の心にはまるで突き刺さらん It doesn't even pierce my heart Oh my god西園寺さんが死んだと三浦さんの足は地面についてたんだよその根拠を提示しろと言っているあいつが歩いてる姿でも見かけたか地面に足がついていたということは何かを踏んだ後でもありましたか No Thank you それに賛成だ Oh god ソニアの言うと Game man 三浦はあるものを踏んでたんだHe stepped on something. それは血痕だ。あいつの足の裏にはうっすらと血痕が付着してたんだ。Yep. これは三浦田さんの血ではありませんよね。彼女には外傷がなかったですもんね。That's all he offers. だったら西園寺の血ってことか。西園寺の傷って首の致命傷だけで、しかもほとんど即死だったんだよな。そんな血を踏んでいたということは。西園寺が致命傷を受けた時ミオダはまだ地面に立っていたってことだつまり西園寺が殺された時点ではミオダはまだ生きてたんだよ邪眼の力を舐めるな Might have to beat the shit out of you その程度かお里が知れるぞ日向を始めよう Seriously? I gotta deal with you againGod, it's like taking care of a child, honestly. It's like arguing as a child, that's what it is. In a way, it is arguing with a child. Go for it.怯えて声も出せんか。どうやら格の違いを思い知ったようだな。That's not me being frightened, man. That's just me thinking. But how much of an idiot you are. だが断罪の時はここからだ。せいぜい楽しませてくれよ。Hey.Holy shit, dude! How many... Dude, there's seven bullets? There's seven bullets. Seven of them. ミオダの足の裏の血痕が西園寺のものだと。Oh, God. ありえんな。あの現場をよく思い出してみる。床に血痕はなかったんだよ。Oh, no, 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 no,俺様が 60% の力を出したのは多分3年ぶりだ。Are you kidding me? ミオダの足の裏の血痕が咲いた。ありえんな。あの現場をよく思い、床に血痕はなかったんだよ。その言葉、I should have just done that. そうじゃない。床に血痕がなかったのは、後で犯人が拭き取ったせいなんだ。ふざけたことを抜かすな。そんな根拠などどこにも。Oh, why are you being so nervous? あったんだよ。Yes, I do. よく見ると、うっすらとだけど、ステージ上に血痕を拭いたような跡が残ってたんだ。犯人が西園寺さんの死体を隠すときに一緒に床の血を拭き取ったんだろうけど、その前に三浦田さんが踏んじゃってて、犯人もそれに気づかなかったんだろうね。Yep.その床の血を拭いたのも殺害順序の5人のためなんだよな。うん。
いくら西園寺の死体を隠したところで、あいつの血痕が残ってたらまずいもんな。その時に表に出てる妙田の死体には血が出そうな外傷なんてねえからな。ね。きっと西園寺さんの死体をガムテープで巻いたのも彼女の出血を止めるためだったんじゃないかな。いや。まあ本来は心臓が停止すると出血しなくなるので、あそこまでする必要はないと思うんですけどね。いや。積木さん以外には馴染み深い知識ではないので、おそらく犯人も知らなかったのでしょう。もしかしてライブハウスの暖房が効いてたのも積木の検視をごまかすためか。 Yeah, that's exactly the case. そうなんです。あの暖房のせいで死亡時刻がわからなくなっちゃったんです。 I'm amazed you figured that out. Kazuichi. 死亡時刻がモノクマファイルに記載されてなかったのも、確実な証拠を俺たちから隠すためと考えれば。うん、これだけの根拠が揃えばもう異論を挟む人はいないよね。じゃあ決まり。西園寺さんは妙田さんよりも前に殺されたんだよ。どうやらここは一旦引いた方が賢明のようだ。全だの悪だのに関係なく、貫き通した信念には偽りなどないのだからな。What are you talking about? 黙って引き下がれねえのかって。Thanks. Thank you, Soda. それでは議論を再開させましょうか。This is more debate. ちょっと待って。その前にモノクマに確認しておきたいことがあるんだ。I'm just saving in case some stupid happens because of him. またかよ。前もそんなことなかったか？ねえ、被害者が自殺だった場合って僕らどうすればいいのかな？同じだよ。いつもと同じように犯人に投票してくれればいいだけ。考え方としては自殺も立派な殺人なのです。自分という大切な存在を殺してしまったわけだからね。残念ながらプロへのお仕置きはなくなっちゃうけど、まあその時は物見をお仕置きすればいいだけか。 Oh my god. なんで私が。あの小前田さん、被害者が自殺だった場合というのは、 The victim actually committed suicide. いや、西園寺さんはともかく、妙田さんは本当に殺されたのかな。 Yeah, someone, that's true. That's very true. Someone could have easily told her, hey, just go hang yourself or something like that. 例えば、妙田さんが西園寺さんを殺した後で、自責の念に駆られて自殺したのかもしれないでしょ。No.ありえねえだろう。だったら最初から殺してねえって。彼女絶望病にかかってたんだよ。何があっても不思議じゃないと思うんだけどな。 No, she was gullible. でも妙田さんが犯人だとすると、殺害順序の誤認トリックができなくなるよね。 She's a killer. She wouldn't have been able to falsify the secrets of murders, right? 日向君に首吊り死体を目撃させた後で西園寺さんの死体を出現させたってことは、犯人はその時点ではまだ生きてないといけないはずだもん。Killer had to be alive at that time. じゃあ生きてたんだよ。最初に日向君が発見した時の妙田さんはただ死んだふりをしてただけで。What?日向君がいなくなったのを見計らった後、再び動き出して偽装工作を行ったのかもよ。首を吊ってたんだぞ。死んだふりをするもねえだろ。それに死んだふりをするなら、わざわざ首吊りなんて選ばない。いや、how you gonna fake that? 無防備に吊るされた体を触られたら、それだけで計画が台無しになっちゃうじゃん。そっか。ということは、あの二人は間違いなく誰かに殺されたんだね。よかった。これで心置きなく犯人探しができるよ。なんだそれ。 Oh my god. Choke his ass up, please. だけど一つだけ疑問が残るのは、妙田さんが自殺じゃないとしたら、日向君が見た映像って何だったのかな。
日向くんが見た映像だと伊予田さんって自分から脚立を登ってたんでしょ。じゃああれも誰かにやらされてたってこと。 Thank you, finally. Jesus Christ. やらされてたというのは、まさか催眠術などを使って。 No, she was already hypnotized. そんなの僕にはわからないよ。自信満々に言ってんじゃねえよ。あの方法はさておき、犯人が何かをしたのは間違いないみたいですし、だったらそれが可能だった人を割り出すのも一つの手なんじゃないかなって思ったり。アリバイですね。アリバイから崩していく作戦ですね。 Plans to destroy the weakest alibi。日向さんが映像を目撃しているわけですから、犯行時刻もはっきりしていますしね。あ、その前に確認なんだけどさ、あの監視カメラって録画機能とかついてないよね。 The surveillance camera doesn't have a record function, right? 安物の監視カメラだぞ。録画機能なんて立派なもんがついてるわけねえだろ。 Some kind of sweet recording feature. I think we all knowWhat he means by that. じゃあ、日向さんが見たのは間違いなくリアルタイムの映像なんですね。 Live, yeah. 日向がその映像を見た時間帯は、俺が病院であの映像を見たのは朝のモノクマアナウンスの直前だったな。uh-huh. 実際ライブハウスで死体を見つけたのがモノクマアナウンスの少し後だったんだ。ミオラさんが首を吊ったのはモノクマアナウンスの直前で、一方のサイオンジさんはミオラさんよりも前に殺されたことがすでに明らかになっているわけだから、つまり朝のアナウンスとそれ以前が2人を殺害した犯行時刻になるわけだね。その付近のアリバイがない人を見つければいいんですよね。Find the person who doesn't have an alibi. では、ここに命じます。アリバイから崩していく作戦、開始します。God. His account, surveillance monitor video, Sling's account. Well, there's a lot of accounts here. Yep.What was Sonya's account again? Hyoko was distraught because... Hyoko was distraught because her kimono was disheveled and she was unable to tie it on her own. That's when Sonya apparently told her about the full-length mirror in the music venue's storage room. Fuihiko meant. I checked the movie theater on Electric Avenue, but they didn't find anyone. Apparently, Fuihiko and Mikan were only separated for a short time. What? Right up until Monokuma announced that morning, Mikan was with Hajime the whole time. Afterwards, she went to the hospital to check out. She apparently met up with Fuihiko. Okay.What was the other one? What were the other ones? It was the movie's invitation ticket, which is not gonna help us. And the surveillance monitor video, which also isn't gonna help us. Yeah, we can exclude y'all. モーテル組は揃ってアリバイなしか。そっちはどうなんだよ。俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。いや、それではアリバイにはならん。That is an alibi. 病気で寝込んでいたお二人以外に全員にアリバイがないとなると、アリバイから崩していく作戦は失敗です。はあ。The murder supposedly happened before and during the morning announcement. The person who doesn't have an alibi for that time. 病気だった僕とオワリさんは違いだよね。全員にアリバイがない。Oh, come on.
アリバイがないのは全員じゃないんだ。Not all of us are missing an alibi. 実は、俺の積み木にはアリバイがあるんだよ。Yeah. お二人にアリバイが？例の首吊り映像を見る直前まで、俺と積み木はしばらくずっと一緒だったんだ。朝だって一緒に起きたんですよ。Okay. Whoa. どんなシチュエーションだ？うっかり日向さんの上に乗ったまま寝ちゃいました。 Yeah, he did. And it felt great. What? Sorry. ごちそうさま。 TMI, TMI. そうじゃない。狛江田の病状が回復したのを教えに来てくれただけだ。 She just came to tell me Nakato's condition had improved. そのまま二人で病院に向かったので、アナウンスが聞こえる直前まで一緒だったんです。So you're together until right before the announcement. わかったよ。おめえらにはアリバイがあるってことでいいよ。とすると、犯人はそれ以外の誰かってことか。そう考えた方がいいだろうね。It's better if you think about it like that. そもそも、犯人が殺害順序の5人をやったのだって、その実際の犯行時刻を隠すためだし。Said falsely, yeah. 朝のアナウンスとそれ以前のアリバイが重要なのは不可避な事実というわけか。うむ、アリバイから崩していく作戦のせいで逆に追い詰められてしまったような。 Yeah. でもさ、あの見立て殺人の意味って committing 本当にそれだけだったのかな。 An invitation murder, is that really all it was?殺害順序を5人させることで犯行時刻をごまかし、それによって自分のアリバイを隠す。あの二人の死体を映画に見立てた理由って本当にそれだけなのかな。他にも目的があったっていうのか。僕なんかの言葉で混乱させて申し訳ないけど、なんかそんな気がするんだよね。犯人の本当の目的は殺害順序の5人じゃなくて、もっと別のところにあったんじゃないかって。What the fuck? If that's the case, are we still in the killer's trap? Inside a trap set by one of us? Just not me. If so, then whose? And what kind of trap is it?Characterize me as someone who lives off mothballs. And here's some chance time. What's that? Manoa's appeal time starts now. Appeal time? Your kind-hearted big brother is gonna give you the chance to reclaim your honor. Good luck. She'll just treat you like a red-headed stepchild. Show you who's boss. That's 99% your fault. While you were whining, your time's already running out, so please make your appeal simple.About 30,000 words or so. That's too long. It'll just be a boring appeal. Come on, if your appeal is successful, there may be merchandise opportunities heading your way. Then... Sweet like milk. Jeez. And I thought a certain robot's little sister was supposed to be the best. What a disappointment. Who are you talking about? I have no clue whatsoever.I would like to see my current progress. And... Oh wait, no. He's the king of unreasonableness. Why did it turn out like this?We were supposed to have a fun, friendly school trip, but it turned out all bloody instead. This definitely cannot be allowed. That's why I want you to remember this. Everyone, do your best. Don't lose to yourself, and don't forget to save frequently. No, trust me, I have not. Alright. We're gonna follow that piece of advice, and we're gonna end this video off here. So,
thank you so much for watching. If you liked this video and you want to see more content like this, feel free to subscribe. You don't have to, though. Let's not force in anything here. And yeah, I'll see you in the next video. So, bye.